今回はバイト初日にタバコを吸ってクビになった、ドキュン一致の話を紹介するよ。バイト初日は出勤して1時間でクビになったんやが、1時間でクビとかおかしいやろ。まだ慣れてないから業務内容もわかってないのにクビとかありえん。こういうの、ありなんか？一致が無能なだけやろ。採用してくれたことと1時間持ったことに感謝しろよ。なんだ手帳持ちか。1時間遅刻してクビとか？何があったんか知らんが、こんなところで当たり散らかしてる時点で察し。だよな。能力がなかっただけだろ。涙を拭けよ。ウェウェ。初日とかどう頑張ってもクビにならんやろ。バックレたならわかるがクビとか草。発症やろ。バイトなら次探せばええやん。バイトすらクビとか。別のバイトに行ってもすぐにクビになりそう。だよな。どんなバイトなんだ？居酒屋とか？1時間でクビになるバイトってなんだよ。草。パン屋のバイトや。パン屋に1時間でクビになる要素ってあったっけ？ないな。パン食べたんじゃね？わろた。クビになった理由は？一致がクビになった理由で大喜利しようず。店長のハゲを指摘した。パン食い競争をした。バイトに1時間遅刻。400なら一致は次のバイトもクビ。くさ。ワイはあえんかなんやが、パンに匂いがつくって言われたんや。朝着替えてからちょっと吸ってただけなのにさ、仕事が始まってすぐに呼び出されて納得いかん。着替えた後って制服着た後でタバコ吸ったってことか？それはパンに確かに匂いがつきそうやな。仕事中くらいタバコ我慢しろよ。飲食でタバコはあかん。そりゃ一致が悪い。怒られてすぐクビか？呼び出しにイラついて怒られてる間にタバコに火をつけたらクビ。ガミガミうるさかったんや。一致を擁護しようがないやん。クズすぎて草。これは一致が悪いぞ。怒られる態度じゃないな。もう飲食系は行くな。コンビニしかないかな？コンビニでもタバコ吸いながらレジ売ってそうで無理ぽ。工場か警備員か選べ。とりあえず飲食はなしで。ヘビースモーカーの Y でも飲食のバイト中は我慢しとったで。マジクソやったか。もう一致は働くな。怒られてる最中にタバコはクビでいいわ。ていうかまだ納得いってないの？一致が部下なら切れそう。ただスレ見てるだけなら笑えるからすこ。他人事だと面白いよな。無能バイトの Y より下がいると聞いて。ニート Y、高みの見物。お前は働けよ。パン屋が入り口でタバコ吸ってたら客からクレームが入りそうだよな。景観が損なわれるしな。気分的に居酒屋は許せるがパン屋は無理。怒られてる時にタバコは舐めてるとしか。どうせフランのドキュン大学生だろ。言ってやるなよ。次のバイトは30分でクビになってこいよ。クビの記録を更新していく感じでよろしく。何個かバイト転々としてきたが1時間でクビは見たことないわ。クソすぎてわろた。一致のユニフォームから煙の匂いがしてたんやろな。これだからドキュンは。店長は悪くないな。むしろ一致をクビにできない店長は無能。店長の判断は正しい。パン屋行ってタバコの匂いがしたら二度とその店には行かない。臭いパンとか食欲そそられないよな。一致は社会人になれなさそう。これで切れるとか？なんで勝手に吸ったんだ？業務中はダメって言われなかったんか？もう社会に出ないでくれよ。言われても聞いてなかったんやろ。こういうのはどこに行ってもクソなんだよな。工場なら結構吸ってるやついない？工場にもよるやろ。非常識すぎて草。反省してないのかな？タバコくらい別にいいやろ。ダメだからクビになったんだよ。タバコで怒られてる最中にタバコ吸い始めるとかネタでしかない。これでクビになったってすれ立てするとか草。擁護しようがないよな。一致は何歳なの？手帳取ってみる。発症じゃなくてドキュンだろ。そのうちバイト手丸して炎上しそう。こんなのがいる店は行きたくないな。一致どこ住み？これを悪いと思ってないってことでオケ？きちすぎてわろた。もうちょっと反省しろって。今度はどこをクビになるの？そのうちブラックリスト入りしそうやな。タバコ吸うこと自体は勝手にすればいいけど、飲食には来ないでくれ。クビになって当然のことをしたくせに何ごねてんの？無能とかそういうレベルじゃないな。Y のバイト先の無能よりクソ。ニートの Y でも3日は持ったというのに。3日でクビもないわ。1時間は草。もう家でずっとタバコ吸ってろよ。ポイ捨てとかしてそうだな。一致みたいなクズはどうにかならんの？面接でこんなのを採用したやつが悪い。どこからどう見てもクズでわろた。どんな育てられ方をしたんや。一致と働いたら手が出そう。これでも手を出したらこっちが悪くなるんやで。理不尽やな。一致が次にどこで働く気か気になる。コンビニ？とりあえずパン屋はもう無理やな。なんか一致がパン屋ってイメージがないんだが。パチ屋でいいだろ。パチ屋でバイトしたら勝手にタバコ吸いながら売ってそう。わろた。1時間は持った方やろ。採用されたのが不思議。態度がな。もうずっと家にこもってろ。そりゃ初日にクビになるよな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y 社内ニート、午前中ずっとスマホいじり、業務感半端ない。わかる。そして1時間の昼休憩突入。羨ましい。2
通なんだよな。ええやん。スマホいじって許されるんか？ワイはさすがに仕事のふりするぞ。今日はみんな出ててほとんど誰もおらんのや。それならええな。スマホいじれたら時間なんてすぐやろ。ヤフーニュース見尽くして何も見るもんない。ならお丸見できるじゃん。可愛い子の座布団くんかくんかしながらぶっかけ。おっさんしかいないんだよな。ワイかな？時間が悪夢のように長い。ほんこれ。ゴム相関半端ない。うち帰りてえよ。普通に仕事した方が楽なんだよな。時間過ぎるの早いしな。数年後に年だけ食って何もできないおっさんとかストか怖すぎるわ。書類持って別フロアに打ち合わせ行くふりするんを。ワイ学校ぼっち、同情。何の仕事や？ワイもそこ行くわ。建築関係の営業。営業が社内で暇してるってあかんやんけ。まあまだ見習いみたいなもんやから。見習いで干されるてなおさらまずいやろ。無能だからね仕方ないね。ワイ午前中いっぱい使って報告書1枚作成。ワイは仮病使って午前休。決して終わることのない大ボリュームの世界史を学ぶんや。職場に監視カメラないんか。さびれた中小にそんなもんないない。給料もらえるんやろ。正社員だから各種保険も完備やぞ。エレベーターで一緒になる単純労働の派遣さんたちに申し訳ない気持ちになるんごねえ。株でもやったら？ちょっと興味は出てる。まずはバーチャルやろうかなって。ワイも株やってる兼用リーマンやけど、朝の寄り付きで10万とか稼いだら、その日1日は王様の気分やで。何しろ給料の3分の1以上を5分で稼いだことになるからな。まあほとんどの兼用はトータル負ける。だからおすすめはあまりしないが。真面目な話、上司に許可取って資格の勉強とかしたらどうや？ワイは昨日暇すぎたから今日休んどるしな。スマホで株やればええやん。おもろいで。職場でネトゲできそう。さすがにそんなリスクは背負えん。ワイも暇すぎてやめたわ。社内ニートというか仕事なさそうなやつってさりげなく後ろ通った時の挙動でわかる。その程度のことで動揺するなんてまだまだ青いんごねえ。ワイも社内ニートやからよくわかるわ。同期とかに暇やって言うと、何もせず金もらえてええやんって言われるけど。やることないのに時間だけ拘束されるって苦痛以外の何者でもないからな。いっそクビにしてくれと思うわ。ワイもや。読書とかできないんか？まあ参考書読んだりとかはしてる。ワイ自営業。午前中働いて午後から家でまったり。なお儲け2000円。やることなさすぎて無意味にファイル開けたり閉じたりして時間潰してる。虚しすぎて泣きそう。言うて大企業の半分以上はそんな感じやろ。ワイは朝からクッソ説教や。しゃあないね。ほならせめてなんかの勉強でもしたら？で転職したらええやん。ワイ社内ニート、一切苦痛とかは感じない。最高やでー。ワイ新卒公務員も暇な時ばっかやわ。もっと仕事欲しい？ワイガチニートもずっとスマホいじりやで。金もらえるならええやん。社内ニートになればスマホいじりでお金もらえるんやから働いた方がええで。スマホいじれるだけええやん。ワイはスマホ触れないしネットも繋げるの禁止やわ。ネット禁止とか監獄かよ。監獄やぞ。コンビニのイートインで自作のお弁当を食べる毎日。もう、まるんでいいよね。ワイは書類いじり。ワイはトイレでスマホいじっとるで。ワイならノートソ持ち込んで永遠しり遊ぶわ。まさかエクセル閉じたり開いたりを自分がやることになるとは思ってもみなかったんを。新卒公務員やけど暇すぎてかの電話全部取ってるんを。有能やんけ。電話取り継いでると他の人の仕事も把握できて勉強になるんを。役所の建設家やけど工事あんまり与えられてないからね。電話取り次ぎくらいしか仕事ない。羨ましすぎる。やることないって言うけど本当にやることないのか。本当はあるのに探してないだけじゃないのか。ないんやで。なんかあります聞いても、君に任せられるのは今ないかなって言われる。悲しい。無能上司の口癖やなそれ。部下に適切に仕事を配分するという自分の義務を理解できんで、よく管理職になれたもんやわ。ワイ社内ニート。神妙な面持ちをしながら PC を眺めてるが、昨日見た君の名の感想ブログを片っ端から漁ってた午前。入社数日目のワイかな。なお現在マウスを無意味にドラッグしてるんを。せっかくの休憩時間やぞ気分転換行ってこい。会社も無駄な奴は切ればいいのに。ワイも電話対応だけ。終身雇用の社内ニートになりたいんを。ワイも無能になりたい。他人の目が痛すぎてワイは辞めたで。今はニーツ。素振りしようよ。のんびりできてええやん。社内ニートはほんま辛いよな。休職明けの時は途中からプロジェクトにも入れず、無駄に庶務みたいなこと自主的にしてたわ。見習いなら先輩にくっついていって名刺配るくらいはしろよ。おいっち、ワイも暇でずっとゲームしとるで。どうやったら社内ニートできるんや教えてくれや。一生懸命仕事して昇進して今の部署に移動させてもらったで。上司が無能やろ。なんか仕事作って持ってきてやれ。なんで苦痛なんや？一度も苦痛とは思ったことないわ。
自落風自慢やんけ。全然自慢にならんのやで。いざ首切りが始まると真っ先に長上がり、実績も技術も身につかんから転職も難しいお先真っ暗や。わいも新人の頃社内ニートやったわ。資格の勉強がええんやろな。最近はエグでも勉強できるしな。楽しそう。月曜なら嫌だけど金曜ならいいやろ。わい、システムエンジニアの研修中。詰め込み教育つらいんを。わいも SE やけど面談全然決まらんから社内ニートや。しかも研修カリキュラムも指導者もおらんでクソつらい。やっぱ面談とかあるんやな。わいは勝手に配属決まってた。そろそろ説教もされなくなってきた頃かな。あ、あととりあえず会議には参加した方がええで。議事録作るって言えば喜んでもらえるで。仕事を取りに行くのは当たり前やし、仕事を持っていくのも当たり前。なんで最近はどっちか一方通行の考え方しかできんやつが多いのか不思議やわ。わい営業のプロ。営業してるふりして資格学校に通い続けて卒業までこぎつける有能プレイヤー。すごすぎる。マジで神やろ。仕事中なのにスマホのバッテリー気にしてるやつ。現場は毎日ヤバいくらい残業するのにいいご身分や。わい客先常駐、見張られてて仕事なくてもしてるふり。わい派遣、暇すぎて寝る。なんでそんな仕事ないの？そういう業界なの？職種によっても違うで。比較的余裕がある部とかある。うちの場合は暇なやつ確かにいるが仕事が割り振られる。部下に仕事全部振ってるんやで。問題起きた時にケツ拭くのがわいの仕事や。管理職の鏡やな。まあなん J 民の時点で査定マイナスやけど。営業してるふりして駐車場で昼寝最高や。 GPS せやな。なもんわいのクソ雑魚会社にはないぞ。わいはタブレットでアニメ見て時間過ごしてるんを。中小企業だから、自分より年下のやつが入社してこないだけまだマシやな自分。後から入ってきた若いやつらがバリバリに仕事してたら丸見たくなるわ。これ、学生時代のバイトの時点でこれがあるから困る。プライドがチクチクしますよ。ソシャゲのデイリーミッションは基本会社でこなしてるんを。ニートやから知らんけど営業の新人って先輩についていって勉強するんちゃうんか。休憩スポットの伝授やぞ。ちなわいは仕事渡す側の人間で暇。外回りの方がええなぁと思う日々。ええやん、変われや。一日で終わる仕事を3日かけてやれるぐらいの忙しさがええなぁ。社内ニートになってみればわかるけど、ほんま毎日苦痛やで。一気はスマホいじれるようだし全然ええけど。これ。真面目に行き過ぎじゃね、適当でええやん。定時で終わる仕事が最高。ただそんなうまくはいかなく、大概はイレギュラーな仕事が入る模様。ネットで上司のホテル予約とか出張先の乗り換え案内検索するだけで、お前は大したもんだとか言われる。さ、うらやま。はよやめたい。朗報、わい、午後から上司の打ち合わせへの動向が決まる。初期と写真係や腕がなるで。わい、マンションオーナー、管理人室でメジャー感染。マンション相続したんか？ええな資産あるやつは。世界変わるでほんま。人生って自由なんやなって。わいも先日まで営業やってたから気持ちわかるで。体壊して辞めたらなんか管理人になってた。どういうことや、親族から引き継いだんちゃうんか。パッパからの引き継ぎや。引き継ぎなら最高やんけ。一からならマンションっていくらで買えるのか教えて。祖先からのものんを。一からやるのはとても無理んを。うわぁ。うおぉ。Google マップで自分の家から会社まで歩いたりする。ええやん、羨ましいわ。ワイなんかトイレに行っただけで臭い部長から小言言われるのに。ワイは仕事なさすぎて換気扇の掃除に明け暮れとる。ワイ建築営業見習い。仕事なさすぎて現場に出される。それ先月までのワイや。社内ニートとかマジで存在するなら間違いなく上司が無能。営業が無能なんだよな。受注なさすぎて会社全体がニートや。どこから給料出てるんや。一応今年は大口のがあったから大丈夫だったけど、来年はどうなるかわからんな。無能の働き者が働いてミスで仕事増やすより、干して辞めさせた方が効率いい。わい肉体労働者。体力がなくついていけず休ませられる。リーマン時代懐かしいんごねえ。事務系やっとるけど忙しい時と暇な時の差が激しすぎる。これ、暇な時でも部の半分くらい帰ってから帰らなきゃ目をつけられるんを。わい事務やけどほんそれ。程よく忙しい時がある意味一番楽んごねえ。外回りで友人に会いに行くの楽しいんごねえ。友達の引っ越し手伝いに行ったんごねえ。みんなが忙しそうにしとる中での社内ニートは嫌やろな。みんなが暇、もしくは隔離された部屋での一人での社内ニートは羨ましい。ワイ入社して2週間。今日は、同じとこを永遠とモップが消して終了する模様。クロームに見た目 Gmail 風なにチャンネルビューは入れてるんごねえ。閲覧履歴でバレるぞ。社内ニートって何もしないで金もらえるんやろ羨ましい。多少雑用でも仕事ないとメンタルきっついで。ガチニート気が狂うぞ。自慢だと思ってるやつ感覚おかしいで。ガチで暇な時に他部署の応援要請が来るとワクワクんごねえ。恩も売れるし周りからも感謝されて最高や。
わかる。忙しい中、こんなに早く書類作っていただいてありがとうございます、とか言われてご満悦や。めっちゃ感謝されて承認欲求満たされるんを。大抵難しい仕事は投げられんし。午前中、管理室でスマホいじり、昼寝。午後、数分の巡回点検、昼寝。終わり。夜寝れるんか。ビル面かな。ビル感羨ましい。でも一日会話しないと頭おかしくなりそう。解雇規制のせいで社内ニート大量発生ってマジ？さすがに会社の回線で2チャンネル直接アクセスは論外やろ。大正義ヤフーニュース。コメント楽しめるで。ついにコメント書き込むようになってしまった模様。それはあかんやろ。ワイは無理やわ。デスコ時期結構おもろいで。この激アツの中、工場で作業してるワイからすると天国。肉体労働やってる人ほんま尊敬する。社員の勤務表とか見るの楽しいわ。ゴミ食ってもなんやかんや最低限やることはやっとるんと違うか。そらやってなきゃ役になるし。エクセル開いて勝ち。前に取引先に出した書類開いて勝ち。そしてそっくりそのまま一から作成し直して勝ち。できた、保存せず終了。これ大体 Y のテンプレ。仕事してるふりしつつ自分が作り上げた達成感も味わえるから一石二鳥やぞ。穴掘って埋めるシベリア強制労働やんけ。くさまじでこうなる。希少枠で採用されたの？自分では健常者だと思ってるで。上司というか役員クラスの人間相手だとスマホの使い方教えるだけで可愛がられるぞ。孫の写真撮ったよから待ち受けにしてやったら喜んでてくさ。ほんとこれ。わかる。わいしょー、隣の席のおじいちゃんに LINE の使い方を教え流れで友達登録したところ、毎朝庭の花の写真が送られるようになる。微笑ましい。かわいい。癒されそう。わかる。スタンプの使い方の練習相手になったりするわ。ようやめへんな。すごいわ。一応転職サイト漁ってるで。これでまともに給料もらえるんやったら勝ち組やん。夏だし怖い話でも読んでればええねん。たくさんあるし時間潰せるぞ。自分の状況の方がはるかに怖いことに気づいて悲しくなるだけなんだよな。もう少しで休憩も終わりやで。 Google マップで日本の秘境探すの楽しいぞ。ほなわいは午後働いてくるから頑張るで。暇な時間のおかげで VBA もアクセスもワードのスタイルの使い方も全部勉強できたわ。ええなあ。ああ隕石落ちてこねえかな。今日終わったら土日やで。気が抜けるんを。土日なんてないぞ。まあ実際社内ニートになったら資格の勉強と転職活動始めた方がいいわな。外回り民はポケモンはかどるやんな。ソリティア。ソリティアはもう飽きたな。やっぱりヤフーニュースやろ。コメント欄が楽しいよな。コメントはできんけどな。ずっとソリティアやっとるわ。勝率が15から45まで上がって達成感ある。なんか別の罰つけてくやつやってるわ。羨ましいんごねえ。ここ見とるとワイの仕事はちょうどええんやなって思うわ。適度に忙しくて定時で帰れる仕事が一番よ。わかる。定時に帰りたいな。でも仕事ないのも嫌や。結構贅沢な悩みやな。実際そんなもんやろ。ワイも仕事なくて毎日ゴミ拾いしてる。いつクビになるか不安にならんのか。社内ニートになりたい。どの業種を受ければいい。マジで社内ニートとかクソだからやめた方がええで。退屈すぎるからな。退屈なのは幸せやないんか。周りからの目線もあるんやで。一人で社内ニートしたい。誰かに見られるのはな。会社でスレ見てバレん奴らが羨ましい。トイレでスマホで開いとるで。普通に開いても何も言われん。席が端だからバレもしないな。監視されとるかもしれんぞ。社内ニートになったら転職活動だろ。転職するような実力もないんよな。1ヶ月くらいでいいから社内ニートになりたい。わかる。1ヶ月限定ならええな。ずっとだと気が狂うで。そんなに社内ニートって退屈か。ガチニートの Y は全然退屈やないで。それはパソコン触れるからやろ。2チャンネルしても大丈夫な社内ニートやが、退屈で丸にそうやで。みんな、暇でええな。定時で帰りたいわ。社内ニートやけどなぜか付き合い残業で定時で帰れんのやが。残業代は出るんか。電話。何もしないで定年を迎えて年金もらえるんやから最高やろ。暇すぎてな。ずっと社内ニートだと転職が無理そう。やっぱり資格か。社内ニートを雇う会社の給料がもったいないな。確かにな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、親に悪事がバレると思って記憶喪失のふりをしたものの、すぐバレたニートのエッチの話を紹介するよ。地方ニートは、記憶喪失のふりをするもすぐバレる。うまくいくと思ったのに、なんでこうなるんや。何のために記憶喪失のふりをしたんだよ。そりゃ普通に考えてバレるだろ。ニートが記憶喪失のふりをする理由とは、親に怒られそうで回避したかったんを、結局怒られて詰んだ。何を隠そうとしたんだ。いくらなんでも記憶喪失は草。バレて当然のことをしておいて。そこまでして隠すことがあったんか。親の財布からお金を借りたんを。
借りたじゃなくて盗んだんやろ。盗みだな。いくら？数千円。どうしても欲しいものがあったんや。ニートの分際で金を盗むとか最低だな。働いて返せよ。ニートに数千円は大金だな。お小遣いとかないの？お小遣いはないな。で、何を買ったんだよ。どうせ大したもんじゃないんだろ。アニメのグッズが売り出されて、発売日にどうしても買いたかったんを。なんだ俺か。ニートでオタクとか終わってんな。むしろオタクのニートは多いと思うが。親の金を盗んでアニメグッズ。それでなんで記憶喪失になろうと思ったんだよ。最初から素直に取ったって言えばよかったのに。すぐバレる嘘をつくとか、何も考えてない証拠やな。その数千円はいつ返すの？働けていき。ニートに憧れた時期もあるけど、イッチみたいに欲しいものができた時に自分で買えないのが嫌なんだよな。わかる。暇なのも1ヶ月くらいで飽きそうだし、何も欲しいものを買えない、出かけられないのは鬱になる。しかも親の機嫌取りもしないとだしな。ニートという底辺。でもニート見てると妙に安心するよな。それは自分より下がいるっていう安心感があるからだろ。記憶喪失ってどうやったんや？親が帰ってきて話しかけられたから、え？誰って顔をしてみたんや。それで、なんで俺はここに？って感じで動揺してみせて、あれこれ話しかけられても、よくわからないって感じで記憶喪失のふりをしたんやが、すぐに何やってんだってキレられて、その後、無事お金を借りたのもバレたんを。厨房以下の嘘をつくな。イッチは何歳？何年ニートしてんの？高卒ニートで今28やな。ずっとニート？職歴とかはあるのか？バイトを2回したくらいや。それ以降はずっとニート。バイトの貯金はすぐに尽きて、お小遣いなしの生活をしてる。お小遣いなしはきついな。寝て起きるだけの生活って楽しい？あとはネットとゲームくらいか？まあそうやな。だからちょっと魔が差したんや。魔が差したって盗みは犯罪行為だぞ。働いて返す気はあるんか？親も金を返さないと収まらないだろ。まだ20代なら働けると思うけどな。襟好みしないなら。空白期間とかどう答えるんだろう？とりあえず今は引きニートだから働くのは無理んを。お家から出たくない。今も親に怒られて怖くて部屋から出れずにいる。多分まだ怒ってるよな。記憶喪失のふりとかまでされて、呆れてんじゃない？今頃イッチを追い出す計画を立ててるかもな。金を返せば許してくれるだろ。お詫びに家事でもやれば？このままだと夕食とかどうなるんやろ。夕食はなしだろ。親の金を盗んどいて夕食の心配とか。オタグッズのために金盗んで記憶喪失ごっこは草。そりゃそんなしょうもないごっこ遊びに親も付き合いたくないよな。殴られたり追い出されたりしなかっただけマシ。こういうクズゴミはどうにかならんのか。結構ニートってどこにでもいそうだよな。親が裕福だからできてるんだろ。ニートなんか甘え。働かないと食べられないから、俺はニートとかできんし。それな。で、どうすんだよ。早く働いて返すって言えよ。数千円くらい日雇いですぐ返せるだろ。働きたくないにしろ、借りた分くらいは返すべきだよな。利子とかつければいいのに。一生返さないからそのうち利子の方が高くなりそう。利子は都一でいいだろ。サラ金で借りて返せよ。アマルフルに行くしかないな。ワイもニートだけど、妹の貯金に手を出して親に追い出されかけたことがあるで。妹の金とかクズすぎてくさ。ニートさせてもらってるんだから、迷惑かけずに暮らしてろよ。ニートが好きなものを買うなんて100年早いだろ。どうせ返さずにうやむやにする気なんやろな。ここは逆に親が記憶喪失になって、一致に夕食とか朝食を作るのをやめてやればいいんじゃないか。それ明暗。数千円分の家事をやれよ。まだ謝りに行ってないんか？夕食をしれっと食べに行こうとしたら、また怒鳴られて逃げ帰ってきた。今夜の夕飯は抜きかな。ざまあ。金を盗んだニートが夕食を食べれるわけないだろ。そのまま朝まで飢えてろ。働いて返すとか、そういう言葉を親も待ってんじゃない？この機会に働くしかないな。コンビニとか警備員とか工場とかなんかあるだろ。とりあえず日雇いして金返せよ。これは悪いニート。なんでバレないと思ったのか疑問。バカだからだろ。ニートってこんなクズばっかりなんか。ワイはイッチよりニート歴が長いが、親には頭が上がらんで、常に機嫌を伺って生活してる。まあニートならそうするしかないよな。すぐバレる嘘でくさ。そんな嘘が通用すると思ったんか。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。山奥24人で住んでるニートだけど質問ある？こんなとこに住んでる。山奥ニートやんけ。有名なんか？Y の大学の講義で特集の映像流れたんを。なんだその拷問。なんか地上波で特集されてた？前あったね。最近も某バラエティからメール来たけど面倒くさくなってきたから無視してる。あれか？漫画家の卵が集まってるやつか？それ違う。どこだろ気になる。キープハウス的なあれ？ギークハウス的なのに憧れて始めたけど、最近来た人はギークハウス知らないんだよ。いつからいるん？4年前から山奥暮らし。なんかテレビであったな。
金とかどうやって暮らしてるんや？たまに草刈りとかでバイトもらったり、知り合いの旅館でバイトしたりする。でもほとんどはニート。それで成立すんのか。食って寝てるだけならほとんど金かからん。ガチやん。暇な時何するん？アニメ見たりゲームしたり。今期はグリッドマンとゾンビランドサガだな。ネット繋がっとるんやな。ケーブルテレビ会社がネット引いてくれる。これか？動画見つけた。すごい、面白い。発起人とかいるわけやろ？どういう感じで始まったの？NPO がニートを山奥に住む活動を応援する。ニートが山奥に住み着く。NPO の代表がなくなる。ニートが NPO 自主運営してる。今ここ。ニートアクティブで草。住む場所他になかったから仕方ない。動画見たけど全員ニート顔で草。なぜかニート顔ってあるよな。なんなんだろ。農業は順調か？農業やる人がしばらく離れてたからあんまり。でもこの前戻ってきたから昨日から苗の準備してる。どんなもん食ってる？昨日は鶏肉を煮込んだやつと、中華丼みたいなの食べた。ダンボールのサンダル履いてるやつまだおるんか。実家帰っちゃった。寂しいね。それほど山奥でもないなこれ。この集落、ニート覗いたら人口7人やぞ。これまで、何人くらい抜けていった？抜けてく理由は？5人くらいかな。数えるの面倒いから適当だけど家の都合が多いかな。あとは就職決まったり。家の都合ってなんや？親から引き戻されるんけ？詳しくは知らないし個別のケースで違うけど、まあいつまでもニートしてると親が怒るんでは？あと介護とか。丁寧に回答してくれてサンクス。ニートの親なんて、家から自立してくれるだけでもありがたがりそうやのにな。介護、そのニートって、もうニートじゃないんじゃ。帰った人はニートじゃない人が多いかな。今はもともとニートだった人よりも都会社員の方が多いと思う。ワイも言っていい？最近は人多すぎるから絞ってる。ごめん。何か選考基準ってあるんか？とりあえず、何度も遊びに来てくれた人優先。ワイも言っていいか？遊びに来るだけならまあ、ニートが暮らしてるだけだから別に面白いことないけど。大勢が行くと崩壊が予想できる？単純に部屋がもうない。別の古民家借りてくれる人がいたら増えれるけど。ああなるほど。なんで14で安定すんのかが気になったんや。教えてくれて3月や。みんなでいろいろ活動してると寂しさもなくなって楽しい？活動というか遊んでるだけだけど、少なくとも退屈しない。金はどこから？人によるけど、年間20万くらいで生活できるから、少し貯金あれば十分ニートできる。年20万？食うものは自給自足？正直自給率は低い。所詮ニートだから。収入の出所は？夏は知り合いのキャンプ場でバイトしたり。春と秋は？春は梅取り。秋は草刈り。足は？村の人に車借りたり、住人個人の車だったり。なんだかんだで一応免許はあるんやね。年20万は強い。何食っとるんや？普通にスーパーとか業務スーパーで買ってきたものを 100% 自炊だし、買い食いできないし。年20万でゲームって割れ？ネット料金は？月2万だから年24万。これは生きるための最低額だから年金とかゲーム代は別だよ。ただの底辺やん。電気ガス水道は？水道は山から引いた水だから無料。ガスはプロパンだけどあまり使わない。電気代はめっちゃかかる。ノットニート定期。ニート原理主義者オスオス。家賃ゼロで電気ガスネット水道冷暖房込みで、月1万6000円な。月20万ないとワイは無理やな。都会だと家賃あるから大変だなぁと思う。食品1日500円月1万5000円。光熱費月9000円がルールなんだな。税金ってどうなってるんや？住民税とか。収入少ないからかなり安い。あと田舎は安い。なるほどな。3月。国民年金は？年金は親が払ってくれてたんだけど、最近は妻が払ってくれる。妻は何してる人？会社員。紐で草。妻も一緒に山奥で暮らしているの？妻とは別居。単身赴任的でニートしてる。財布は別々。すごいな、それが許されるってどんな関係や。もう一緒に暮らすことはないの？それとも、一致がこの生活に満足したら戻るの？まあ妻もいつまで仕事やるかわからんし、お互いに好きにしたらって感じ。これニートじゃねえよな。ただの底辺フリーターだよな。家賃の分浮いてるだけ。マジで病気になったらどうすんだろ。ニートと呼ばれるのと底辺フリーターって呼ばれるの、どっちがいいことなのかわからんけど。病気になったら潔く諦める覚悟はある。俺以外は妻とかいないから真っ当なニートだよ。調べたら NPO 法人後ろにいるんだな。でかい病気したらどうするんやろ。今はこの NPO 法人の主要メンバーはうちの住人だよ。でも丸んだ理事普通の人やん。代表何歳やったん？80近かったけど、丸してないぞ。国とかも食料自給率の向上のためにこういう活動をもっと率先してやってほしい。ニート捨て山的な？自主的に来るニートもおるんかもな。人と接するのが苦手のニートとか。
働けないニートとかさ。初期メンバーどれくらい残ってんの？どこまで初期メンバーっていうかわからんけど、大体残ってる。基本的にはずっとそこで暮らしているというよりは、自立して外に出るのが目的なん？ここを出たならそれはそれで社会復帰だし、出ないなら出ないで過疎集落に人が増えていいこと。過疎集落が欲しいのは働ける若い人材だからお前らじゃない。それでもいないよりマシって言ってくれるよ。はい。まあ今時ネットあれば暇なんて潰せるし、モラル捨てたら何でも割れるし、欲望捨てて質素に暮らせば生きてけるんやろうね。病気とか怪我したら丸主かなさそうやけど。割らなくてもネットフリックスとかみんなで見れるから無限に時間消えるよ。ゲーム持参してるってマジなの？他の人が遊び終わったゲームやったりはする。まあ今時ネットを趣味にして節制すればお金なんてかからんもんな。ギャンブルとかフーマルが趣味な人は山奥暮らし無理だね。楽しそうやな。楽しいぞ。ワイもやってみようかな。やったらいい。遊びに行かせて。楽しそうやな。ワイもこういうの参加したい。北海道あたりで誰かやってくれんやろか。雪降るところはそれだけで仕事増えるから、ニートには辛そう。最初どうやって人集めたんや？ニコ動で配信した。平均年齢っていくつぐらいなの？27歳くらい。一番下何歳？19歳。ホマルおるの？おらんのじゃない？知らんけど。女おるの？リッチ何歳？女いるよ。俺は30歳。美人を？美人もイケメンもおるぞ。女が入ってきてもメコトとか怒らんの？オタサーの姫的な。こういうの入りたがる女いそうやな。自尊心高くて自分大好きだけど自信持てないメンヘラとか。今のところ問題ない。いい人が来てくれて本当に良かった。もっとメンヘラな人が来たらどうしようかと不安はあった。美人がいるとレスがあったけど、その美人とニートが付き合ったりとかはないの？これからに期待。でもあんま修羅場は勘弁してほしい。一度入ったら何年までそこにいていいの？ずっといるって言ったら周りのじいさんばあさん喜ぶよ。じいさん、ばあさんたちと仲良くやってるんだね。こういうニートの形もあるんやな。今は楽しいからいいかもしれないけど、60とか70近くなったら地獄だな。周りのじいさんばあさんと変わらなくなるし、ずっと山奥で住むなら別だが。60とか70になった時に一人だったら地獄かもしれんけど、いっぱい同じ境遇の奴らいたら楽しそうじゃね。お前のブログっぽいの見たけど、みんな働くの嫌がってるのに成り立つってのは、家から金もらってんの？働かないために少しは働く。これになりたい。親から仕送りもらってる奴ってどれくらいおんの？知る限りではゼロ。知らないだけでいるかもしれないし、いても全然いいと思う。これが流行りの刹那的生き方やね。定年まで待って好きなことしたいとか言ってる奴は、どうかしている。ずっと丸沼でそこで生きていこうとしてる人っているん？多分誰に聞いても、先のことなんてわからない。って答えそう。これから先の不安とかないんか？全然ないな。就職しなきゃと思ってた頃の方が絶望してた。山奥ニート全体の将来ビジョンとかはあるの？ない。他の家借りる人が出てきて、村全体がニートになったら面白いだろうなとは思う。それもニートじゃないような。月どれくらい労働してんの？月によって違いすぎるから平均は言いにくいな。労働って言っても、都会と違って休憩多いし楽だから働いてる気あんましないし。太陽光置いてマイニングとかしない？投資してくれる人がいて、やる気ある人がいるなら。もう一軒古屋借りてゲストハウス作りや。やったら面白いな。自分はやる気ないけど。バイトしてる人と農業する人に分けてのんびり過ごすの楽しそう。陽キャが山奥に集めると葉っぱかと思われるんを。どっかで大麻栽培してたのが検挙された時、警察うちに様子見に来たからマークされてる。個人の部屋とかあるの？今は全員個室がある。大部屋作ったらもっと住めそう。プライバシーもある程度あって、めちゃええな。一日の大まかなスケジュール教えて。11時に起きる。12時に一人で飯作って食う。13時にリビングでゲームやってたから一緒に遊ぶ。19時に誰かが飯作ってくれて食う。あとダラダラ。成功独的な生活で憧れるな。近くに図書館ないから本読まなくなったけどな。貯金ってあるんか？少しだけ。なくなって働けなくなったらどうすんの？煽りやなくて不安やないのかなって。少なくともあと20年くらいは体動くだろうし、それまでに十分生きたって思えるようにしたい。それでも本当に積んだ時はきっと不安になるけど、80歳まで生きる前提にしたら正社員以外の選択肢なくなってしまう。正社員なれる人はなったらいいよ。僕は正社員になれないから、なれないなりの人生を見つけたい。どういう人が集まってる傾向にあるとかあれば教えてほしい。本当に普通の人だよ。特殊技能があるわけじゃないし、思想が特別なわけでもない。ただ生きてるだけで十分生きたってなれるんか？山奥で暮らしてると、ただ生きてるだけで楽しいんだよ。雨上がりの山にかかる霧を見たり、深夜住人が偶然集まってくだらない話したり、それで十分。
でもそれで満足なら現状で十分生きたってなっとるんやないか。それでもまだ生きてるってことはやっぱり足らんのやないか。何度も申し訳ないが本当に煽りやなく純粋な興味や。今は生きてて楽しいからな。でもいつかは丸ぬから、丸ぬ時になるべく後悔を少なくしたいってだけ。今もし自己丸してもまあ割と満足だよ。こういうニートもおるんやな。わいは満たしても満たしても足らんくて、丸ぬのが怖くてしゃあないからよくわからんわ。回答3月。この生活できるには才能もあると思うわ。多分わいなら2年くらいで発狂しそう。教養とは暇を潰す技術でもある。暇だからって酒飲むやつはニート向いてない。わい教養を見た系は、想像と妄想だけで5時間は過ごせる。無職の才能あるな。これからは俺たちの時代だ。一番の不満は何？ニートっていうかホームレスに近くない？待ってくれ、もう一回質問させて。一番の不満は何？すまん見逃してた。なんだろ。ミニスーファミのコントローラーのボタンの反応が悪くなってきたこと。おいおいおい、ユートピアか。でも俺がそう思ってるだけで、他の住人は不満を感じてるかもしれない。そんな地獄みたいなところがあるんやな。楽しい地獄だよ。みんな、旅行に行きたいとかは思わんの？村でひっそりしたい感じ？俺はフラフラするのが好きだからよく出かけるけど、みんなはそうでもないみたい。暇だから遊びに行っていい？土産はクリア朝日でええよ。すまん、ストロングゼロしかないわ。誰かここか別場所でもいいからワイと一緒に作ろうや。猛烈にわかる。うちの地域だったら少しは顔が利くから、物件探しを手伝える、と思う。やってみないとわからないけど。よっしゃ、じゃあお前らも新たなユートピア作り頑張ってくれよ。ある程度まともになったらワイが言ったるわ。ワイはのんびりした生活が無理やから無理やな。働きたくはないけど。はっきり言って羨ましい。誰かと一緒に住めないからワイ無理や。楽しそうでええやん。自分がこうなりたいとは全く思わんけど。人によって受け取り方全然違うんやな。当たり前やけど。ただ集まって暮らして何になるんやろ。何にもならん。生きて丸ぬだけ。少し楽しそうに思えたのは自分だけやろうか。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。真面目な話、ニートって普通の人が考える必要のないくだらないことを考えるのがダメと思う。よくおるやろ。ニートでやることないから生きる意味とか働くこととか、普通のやつが考える暇もないくらいしょうもない答えの出んことを考えるやつが、そんなんを一人で考えたらどう考えても良い方向には向かないねん。そんでどんどんネガティブになってしまうという。そもそも働きたくない。日本語できてないお前は考えるだけ無駄だな。ということで Y が言いたいのは、とにかく考えるな、ということやね。金あるニートはええけど、貧乏なニートはどうしてるんやろ。昔の日本人なんか、みんな貧乏でも楽しく生きとった。金とか二の次って精神今でも残っとるやろ。とにかく Y は君たちに考えないでほしいんよね。なぜかというと考えるという行為は一見異様に見えるんや。やけど何事もしすぎることは良くない。考えすぎてしまうことによって人は良くない方向へと向かっていくわけや。ワイがそうやけど性格というか直せんは、元からネガティブやねん。やからニートになりやすい。なんやこれコキペか。まあコキペじゃないのよね。驚くことにね、まあ考えるなとは言わんよ。やから考えるのもええけど考えたものを人と共有したりとかね、そういったことが必要なんじゃないかなと、ワイは思ってるわけなんやけども。ニートって真面目に3割ぐらい無自覚の糖質過うつやろ。自覚ある方がおかしいんやけど。ニートとか言ってレッテル貼ってるやつに言われたくないやろ。おはニート、人間は考える足なんやで。とにかくワイは必死に君たちに伝えたい。あえて考えるなとね。おい、みんな聞いてるか。考えずに就職した結果しくじったぞ。まあそういうこともあるよね。考えろや。ほんまのこと言うとな、人のことニートとか引きこもりとかいうやつは本人のことなんて微塵も考えてないで、心理学でラベリングって言って、むしろそこから動かなくさせる行為なんや。ほらな、このカスみたいにアホみたいにくだらんこと考えたらあかんのや。ニートなんてつける必要が全くないやん。おわかり？まるねやかす。ニートでも引きこもりでもなんでもええわ。カスゴミカスいちいち突っかかってくんなカス。現代の哲学者たち。考えることをやめたら人間じゃないだろ。誰かと共有しろってワイらコミュ障にはハードル高い。でも実際ニートって世間からレッテル貼られたら、働きたくなくなるのもわかる。これな、引きこもり連呼してるマスコミも本当は犯罪助長させてるだけやからな。あいつら悪魔やで。どうでもいいこととかネガティブなことは嫌というほど考えてしまうが、ちゃんと考えないといけないことに関しては全く何も考えられない。気づいたらマイナス思考で不安になってるわ。脅迫性障害の一種じゃない？そういうネガティブなこと考えてどうすればいいか、それしか頭に入ってこなくて、まずそれから解決しなければならないと思って解決できないの永遠ループ。脅迫性障害ではないと思う。
ただのコミュ障ネクラチキンのクズなだけだ。延々とループはよくあるけど、病院行ってもただの甘えで片付けられると思われる。わい、一般的な認識だと、いわゆる高学歴ニートってやつだけど、確かにニートになってから一層哲学に傾倒し始めてるわ。せやな。平民はくだらないこと考えて悩むのが趣味やろ。それ言ったら人間が今考えることすべてがくだらない、どうでもいいことになってしまう。人間はくだらないこと考えるために生まれてきたんや。人と考えを共有しろというが、そういうイッチはワイの話聞いてくれるのか？相づちだけじゃなくちゃんとイッチの意見も言ってくれるのか？コミュニケーション不足で1時間や2時間話した程度じゃ満足しないけどええか？うるせえな、繊細すぎやろゴミカスが。イラつくわ。ニートが怒りを考えすぎておかしくなっとるやん。ほんまよな、ニートども。イライラしすぎやねんって話よな。君のことや。あいつら自分のことって分かっとらんのよな。ニートやからいつも言い訳して。お前ぜ、ラベリングするやつは臆病者しかおらんで。本当は一番ネチネチ考えてるのがイッチや。イッチが一番余計なことを考えてるけん。君何？はよ外出てそんなくだらんこと考えるのやめようや。放っておいても丸にそうになったら働くやろし、働かんやつは丸ぬやろ。いずれ社会は潰れるかもしれんが、そん時ワイの寿命は尽きてるやろし、どうでもええわ。発達障害者なのに、一般人と同じ道を歩もうと自分の適性を考えることを放棄した結果、精神病ニートになったぞ。何の特殊能力もない健常者の完全介護官の発達障害もいるから、ゆっくり生きようや。まず、普通の人とニートを分ける意味よ。ニートに普通の人になってほしいからアドバイスしてるわけやのに、いちいちニートとレッテル貼りに行く。これわからん奴はまともな親にならんから注意しや。なんやカス、繊細すぎやねん。女子丸学生ちゃうねんから。とりあえず最低でもバイト始めないとやばいな。でもいつまでもバイト続けられるわけじゃないし、就職を優先した方がいいかも。でも就職してやっていける自信ない。そもそも人並みにコミュニケーションを取れた覚えがない。でも何かしないとやばい。イカループ。現代社会で丸ぬほど働いてるやつなんて病気やで。100年もあれば歴史家が証明する。考えすぎやねん君。人は一回こうだと決めつけると驚くほど視野が狭くなるから気をつけなあかんで。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。